こんにちは、ノアです。本日はですね、じゃじゃんバンバン、珍しいと思うんですが、私、未成年の方は絶対に吸っちゃダメです。キセルを吸うんですね。で、これがキセル用の灰皿なんですけど、普通キセルってこうポンポンってやってこの中の灰を落とす、ここにキュキュッとキセル用のこの葉っぱを詰めて、で吸い終わったらここにポンポンってやるんだけども、ここでやりすぎたらあんまり出てこなくて、ここあざになっちゃって、だからといってこうやってやっちゃうと、ここに傷がついちゃうんですよね。なので傷がつかない方法があるんです。それがなんとこちら、じゃん、ソフトレジンです。これをここにちょっとうまくいくかな、これをここにニューッと出していきます。ニューッと、こぼれないように気をつけましょう。普通の灰皿としてももちろん使えます。ノアさん喫煙者なの？本当に？はい、喫煙者です。で、端っこにも行き渡るように、ただこぼれないように表面張力でこうなんとかしましょう。ハロウィンっぽくしたくって、ちょっと色を紫に選んでみました。この灰皿は100均です。で、少し盛り上がってた方がいいと思うので、足りないなと思う部分はちょっとだけレジン足して、で、はい、この状態で硬化していきます。はい、では硬化してきました。こんな感じ、ちょっと盛り上がってるのが見えると思うんですが、ほら、で、ここにキセルをってやると、音がガラスのとこだとこういう音でも、ここにこうやってやると傷がつかないんですよ。ただこのツヤというシリーズのソフトレジンって剥がれてくるんですね。なので定期的にこうここにやるように変えてます。で、あと汚れやすいです、ここすごく。でも灰皿だから、そうするとここ傷がつかないんですよ。いいでしょ、これはアイデアだと思います。キセルを吸う方にぜひおすすめです。セルを吸ってる姿ってなかなか粋ですよ。はい、ではソフトレジンで灰皿を改造して、キセルが傷つかないように、な灰皿に改造してみたでした。はい、ではご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。このチャンネルノアステーションでは、レジンで何作ろう、レジンなどはあるもののどうしたらいいかわからない、そんな方々のヒントやアイデアといった笑顔の種を作るお手伝いができたらいいなと思います。まだまだいっぱい動画を上げていきますので、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。